日程共催の女子ゴルフ、TOTO ジャパンクラシック、茨城は、元国内女王、稲見萌寧の1年3ヶ月ぶりの優勝、ツアー13勝、で幕を閉じた。米ツアー選手として凱旋参戦した日本人たちの今は、米ツアー6勝の畑岡奈紗は地元、茨城県笠間市の応援を背に優勝争いも8位タイ、6ヶ月ぶりに日本に帰ってきて、優勝争いできたし楽しめたかな。1週間の休養後、最終戦 CME グループツアー選手権11月16日開幕、米フロリダ州へ再渡米する。ツアールーキーの西村優菜は15位タイ、出場優先順位の低い位置から苦しみながらもシード権を確保し、年間ポイントランキングを51位から48位へと上昇させた。上位60選手限定出場の最終戦ツアー選手権も確定、もう信じていいですかと満面の笑みを見せた。23位タイで終えた古江彩香は大会直後に成田から渡米。今週9日の開幕のアニカドライビンバイゲインブリッジアットペリカンと最終戦のツアー選手権を戦い、再び帰国して23日開幕の日本最終戦ジュガツアー選手権リコーカップ宮崎に出場という強行スケジュール、出られる試合は出なきゃと153センチ選手はタフレディである。初出場の2020年に申ジエと優勝を争いしてから4年連続4度目の出場となった笹生優花は34位タイに終わるも、初日、原、エリカ、ちゃんと回れて嬉しかった、と笑った。逆に、スマイルが消えたのは40位に沈んだ渋野日向子である。目下シード圏争いは県外の81位で349、872ポイント。県内80位のペダーソン、デンマークと約3ポイント差で、残り1戦、アニカドライビン。昨季の80位は約379ポイントで30ポイント足りない。他の選手との兼ね合いもあるが27位、31ポイント以上は目指したい、日本で前向きになれた。悔いが残らないようにやるだけ、予選落ちはアウトである。71位タイで終えた勝みなみは、西村同様ルーキーながらシード圏争いは78位の圏内にいる。まだ安心できないが、朗報があった。大の阪神ファンは大会中、日本シリーズをテレビ観戦、もう声が枯れるくらい応援しました。日本一は38年ぶりですよ、私も頑張れますよ、とコメント。その夜に阪神は優勝、次戦のために再渡米した勝はきっと歓喜し、力をもらえたにに違いない。頑張れ、世界で戦う女性たちよ。準シードから年間20試合超の参戦も米女子ツアー出場資格をおさらい。米国女子アニカドリブンバイゲインブリッジアットペリカン事前7日ペリカン GC フロリダ州6349YD パー70。今大会で決着を見る来季シード争い、年間ポイントレース、レースとザ CME グローブ78位の勝みなみと81位の渋野日向子にとっては、なんとかボーダーラインの80位までに入っておきたい大一番になる。ツアープレイヤーにとって勲章とも言えるシードの価値は当然重い。その一方、シード圏外でフィニッシュしても、来季マイツアーで戦える可能性が残っていることも事実。2023年シーズンの出場優先順位を示すプライオリティリストを参考にそれぞれの立ち位置をおさらいする。80位まで通年シード、カテゴリー1。ポイントランク上位80位までが、カテゴリー1に当たる。出場優先順位を入れ替えるリシャッフルに影響されることなく、シーズンを通して安定的に出場が望めるトップカテゴリーだ。日本勢では古江彩香、笹生優花、メジャー優勝の5年シードも保有、畑岡奈紗、西村優菜がすでにフルシードを確保した。100位まで、準シード、カテゴリー11。シード圏外のポイントランク81位から100位までは、カテゴリー11。これは生涯獲得賞金上位20位のカテゴリー2、下部エプソンツアーの賞金ランキングトップ10となるカテゴリー9などよりは出場優先順位が低くなるものの、最終予選会9シリーズ上位20人のカテゴリー14よりも上位の資格として位置づけられる。実際に今季を振り返ると、カテゴリー11で最上位の出場優先順位124番目、第2回リシャッフル終了時となるエマタリーは20試合、同125番目のモルガン・メトロー、スイスは19試合、同126番目のジャスミン・スワンナプラ、タイは23試合に出場。いずれも米本土での試合が本格化する3月から出場機会を増やし、スワンナプラはここまでポイントランク49位とシード返り咲きを決めた。
より小さい CME グローブポイントランキング順位ポイント選手名78374.03プラチナ勝みなみ79359.276プラチナ森アジュタヌガン80352.876プラチナエミリー・ペデルセン81349.827プラチナ渋野日向子82338.934プラチナメルリード83332.625プラチナステーシー・ルイスメルリードは今週欠場。